はい、中学3年生理科の速さ、まあ力が働く運動の速さっていう範囲やっていきます。基本的には数学みたいな感じなんですけど、理科でよく出てくるものを教えます。まず記録タイマーっていうのが出てくるんだよな、ここの分野では。記録タイマーっていうのは一定時間での移動距離を記録する機械なんですけど、どんなんやねんって言ったら、なんか、まあ、西日本と東日本で分かれるんですけど、周波数の違いでな。いける？で、まあ、1秒間に50打点、1秒間に50回、ってやるやつと、1秒間に60打点、ってやるやつがあんねんけど、1秒間に50回打点する、50回打つっていうことは、1打点するのに何秒かなって考える。1打点するのやったら、50分の1秒やで。OK？どうやって出してんねんって言ったら、まあ、とか考えてくれたらいいねんけど、1秒で50打点って今回なってたとしたら、50打点を1秒に戻すときにどうしてんのって言ったら、割る50してるやろ。まあ、かける50分の1してると思ったらいいわ。そしたら、ここも同じようにして、50分の1秒やねってこと。OK？ で、50分の1秒ってめっちゃ分かりにくいやろ。1打点するのに50分の1秒やけど、その 0.1 秒で 何打点やねんっていうのがよく出てくるわ。 OK、 0.1 秒、まあ、0.1 秒っていうのは10分の1秒な。10分の1秒っていうのは何打点やねんって言ったら、これ5回打点したらいいから、5打点で10分の1秒、つまり 0.1 秒やわ。 OK、 1秒間に50打点やったら、5打点で 0.1 秒。 OK、ここからここに10分の1してるって考えてもいいです。いける？じゃあ60打点の場合、1秒間で60打点の場合はどうやねんって言ったら、60打点の場合はこんな風になるやん。1秒で60打点やから、60分の1してなるから、60分の1秒で1打点っていうことは、まあ6打点したら 0.1 秒やでっていう感じ。いける？で、なんでこれを教えてんねんって言ったら、基本的に問題では 0.1 秒っていうのが取られんねんな。OK、 まあ、問題見たらいいわ、それは。で、記録タイマーっていうのは、同じ感覚でこうポチッポチッポチッって、まあ、穴開けたり、インク落としたりすんねんけど、何にって言ったら、紙をその台車車とかに引かせんねんな。それにこうポチッポチッポチッって書いていくねん。だからこういう紙があったら、その紙をこう書いて、紙にこう押していくねんな。で、これを車が引っ張る感じ。OK？ じゃあこの速さ、車が動く速さが速ければ速いほど、この感覚、ポチポチポチの感覚はどうなるかなとかを考えてほしいね。いける？こいつ落ちるスピード一緒やから、もしこうこれぐらいのスピードで落ちてた、でこいつが動くめっちゃ遅かったら、距離は点と点の距離っていうのはそんなに長くはならへんやろ。でもここ落ちる距離一緒で、こいつがめっちゃ速かったらめっちゃ距離空くやん。いける？だからそれをまとめると、まあ打点間の時間が、その打点間の時間な、ここの時間は等しいねんな。だから打点間隔、その間隔が狭かったら速さは遅いねん、さっき言ったやろ。で、広かったら速さは速い。 OK、 引っ張る速さが速いってこと。いける？だから台車のスピードを、そういう紙を見て解く問題がいっぱい出てきます。例えば1秒間で60回打点するよっていうので、こういう紙があったとしたら、この感覚、この2つの感覚を見てほしいね。これでなんかにっこりしてるみたいな、これで1打点やで。 OK、 ここの点を打ってからこっちを打つので1打点やからな。だから1打点すんの、60秒で60回やったら1打点1回打つのは、60分の1秒やで。 OK、この感覚が60分の1秒っていうこと。いける？この感覚の時間が一緒やのに、これ距離違うやろ。距離違うっていうことは、速さがこれやったら速くなっていってね。 OK、 そういうのがめちゃくちゃ問題で聞かれます。で、まあ題名にもなってんねんけど、速さって何なんやねんって言ったら、まあ、単位時間あたり、単位時間っていうのは1秒あたりってことね。単位時間あたりに物体が移動する距離のこと。 OK、 1秒でどんだけ距離動くかっていうことやねんけど、まあ、単位時間1秒じゃなくても1分とか、1時間でもいいねんけど、時速とか秒速とか、分速とか言われたりするよね。で、単位っていうのは基本的にはメートル毎秒です。 M スラッシュ S って書くわ。メートル毎秒、メートルパー S とか。 OK、 S っていうのはセカンド、秒の略。それとか時速やったら
km my h。 h っていうのは hour ね、時間の h ね。 OK、 もし分速使いたかったら m やわ。 mm とか m スラッシュ m やったら1分間でどんだけメートル進むかな。 minutes の m な。で、まあ、速さの公式も覚えてるやんな。キハジで覚えてる人もおるかもしれへんけど、速さは距離割る時間や。だ秒速やったら、時間分の距離。時間っていうのは秒分の距離。でちゃんとやると、言葉で言うと、移動するのにかかった時間だ。で、移動距離って感じ。OK。で、一応、地震。1年生の地震とかの計算時に言ってんねんけど、単位見たら公式っていうのは分かる。こういうのは知っといた方がいい。例えばキロメートル毎 h とかメートル毎 s ってきたら、これっていうのはこの斜めっていうのは分数のことやから、これやったら h 分のキロメートルになって、これやったら s 分のメートルになるねんな。 OK、これ今回出した公式そのままやろ。秒分のメートルで時間分のキロメートルな。 OK、 だから単位見たら公式は分かるよ。で、ここで大切なのは、瞬間の速さっていうのと平均の速さっていうのがある。で、瞬間の速さはごく短い時間に移動した距離を求めた時の速さ。なんかよく言われるのが、自動車とかのその速さのメーターは瞬間の速さやで、バイクとかのな。で、いつも俺たちが求めてるのは基本的には平均の速さです。平均の速さっていうのは物体の速さが変化する場合、移動した距離全体を一定の速さで移動したと仮定する速さ。普通はずっと同じ速さで走れへんねん。自転車だって思いっきり漕いだり遅く漕いだりするやろ。だから速さは変わってんねん。その変わる速さは瞬間の速さな。それをでも一個と見るやん。結局ゴール地点まで何キロで何分かかったって見てるやろ。だから全体を1として見てるから平均の速さっていう感じ。いける。まあ、こういった問題っていうのは言葉より、問題といた方がいいと思うねんけど、一応軽い問題としてはこんな風に与えられます。まあ、下の図は斜面を下る台車の運動を1秒間に50回打点、50打点な、する記録タイマーで記録したテープの一部である。5打点ごとのテープの長さを測ると、A は 3.0 センチ、B は 5.4 センチ、C は 7.8 センチであった。次の問いに答えなさいってなってる。で、ちなみにこのテープ最初ちょんちょんちょんってめっちゃ詰まってるやん。これは移動するのが遅いからな、最初は。エンジンかかってる。で、どんどんと広くなってるというか、速さが速くなってるってことな。で、まあ5打点ごとのテープの長さは、台車が何秒間に進んだ距離を表してるか。5打点取ってんの。OK。まあ、1秒で50回打点するっていうことは、1回打点するのに50分の1秒かかるやろ。だからそれをかける5したら10分の1秒ってことは 0.1 秒ってこと。だから答えは 0.1 秒。 OK、 5打点するのに 0.1 秒かかった。いける。で、2番、 ABC における台車の平均の速さは何歩か。簡単ですよね。 ABC これ全部5打点ごとやから 0.1 秒かかってる。で、 A は3センチやんな。だから、速さはどうなんねんって言ったら、 3.0 センチ割る 0.1。 OK、 だから 0.1 分の 3.0 でいいねんけど、答えは30になるやろ。だから 30 センチ毎 S な。 OK、秒とセンチで出てるから単位もしっかり書きや。秒と S な。で、 B も一緒。 B は、5.4 進んでるから、0.1 分の 5.4 ってことは54ってこと。オッケー、単位も書きや。で、 C は 7.8 だから 0.1 分の 7.8 ってことは78ってこと。オッケー、こんな風に問題では出てくる。いける。今回書かんかったけどな、謎に書かんかったな。で、基本的にはで、また入試前とか入試の問題を解いたものを見てくれたらいいねんけど、基本的にこういう記録タイマーの問題っていうのは 0.1 秒間隔できっと言ってくれるわ。だから5打点ごとか6打点ごとに切ってくれるから、もうかかった時間は基本的に 0.1 秒やと思って計算してもいいわ。 OK、 本当は毎回1打点何秒やったっけなってことは、5打点で何秒やねっていうのを考えてほしいけど、最悪な、最悪だいたい問題は賢い人が作ってるから 0.1 秒ごとに作ってくれてるわ。はい、ちょっと長くなったかな。この分野は計算ができるようになった方がいいので、言葉まとめノートに書いてること自体はそんなに重要じゃないかもしれへんけど、一応覚えてください。まとめノートです。
問題とか貼れてないと思うから、問題は自分でちゃんとメモって、答えとかもメモっといてや。OK。バイバーイ。